皆さんこんにちは、金子秀樹です。塚田です。松下です。大津です。今日は久しぶりですね、4人揃ったのでダブルスをやってみたいと思います。ここの中4人でダブルスするってありました？あ、メンバーさんの前で、ね、はい、ありましたね。確か僕とジョージコーチか、その時は、はい、がスコ負け食らった覚えがあるので今日は勝ちたいと思います。ではですね、せっかく4人でこのダブルスをやっていくのでそれぞれですねテーマを持っていきたいと思います。僕はですねチャンスボールを必ず決めるというのもやはりですねダブルスというのは2人でやるものなので1人が適当なプレーをしてミスっちゃう。でそれが2人だともうそこで2点失っちゃうんですよね。でダブルスっていうのはすごい大切なのはチャンスボールを必ず決める、まあ、当然なこと言ってますよね。その当然なことを当然とやることをテーマにしていきたいと思います。はい、僕はですね本当は2つやりたいんですけど、リターンをですねまず確実に返す、まあ、相手に、まあサーブ&ボレーしてくる、確率が高いのでそのリターンをですね相手の足元にしっかり、ブロックしてリターンを返したい。確実返す上に足元。そう、はい、であれですね、じゃあその種類としてはブロックですか。はい、にしたいと思いますが今からちょっと作戦をばらします。そうですね、はい、とにかくミスしないしかないですけどね。このどうしようかな、まあ、ポイントは僕も久しぶりかな、ケンズ以来かな、うん、ポイントをやる。あそこでやってるか、昭和の森でもやってますね。蹴ってくると手が出なくなってくるので、うん、まあ、その時で正しい選択ができるようにしていきたいと思います。体力的な要素は問題ないと思います。そんな長くやらないので、うん、いつも、金子プロにボコボコにされているのでなるべくアグレッシブに、まあ、自分からミスをしないっていうのをテーマにやっていきたいと思います。了解しました。では行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。テーマ取り組む前にお知らせです。冬のテニスキャンプの要項が決まりました。日にちは12月24日から次の年の1月4日までです。約2週間のキャンプをバンコクでですね開催されます。もしご興味のある方はぜひですねご参加してバンコクでお会いしましょう。詳しくはですね下の概要欄に貼っておきます。ではですねバンコクでお待ちしております。さあ、よし。ではまず返すことを意識します。まずは返す。というのは今のは聞こえるように言ってました。まあもうここは捨てポイントですね。今の塚田コーチのいいボディーサーブでしたね。なので無理をしないで今のは落とすだけにしました。本当はもうステポイントで打ちたかったんですけど。ナイスリターン。アウチ。
はい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 。まだね、実際見えてないんですよね、サーブのこの特に高さがね、ついてきてないんですよね、久しぶりやると。いいね、無理しないショット、いいね。ではここではブロックを選択します。ナイス、深かった。まあ一つ合ってないですね、リターンが。今のはでもたまたまですね、入ったのは。あそこしか打つのがなくて結構難しいショットだったから。ではここはファーストポイント取りたいんで、いきます。手を入れないとだな。ここはまだバックに打ってないんで、一度バックに打ちます。センターサーブのファーストボレー、いや読まれてたかな。次もう一回ワイド行ってみましょう。本当はボディでもいいんですけど、あららら、ああいうボレーが積み重なるとやはりゲームって取れなくなるんですよね。必ずファーストボレーっていうのは入れないといけないです。まだ感覚がつかめてないんですよね。今分かるように目であれしましたという声を出しながらやると、ああいう駆け引きも必要になってますよね。これをわざと聞こえるようにワイド打ちます。ファーストボレーが返ってない。ちょっとボディ気味になったんだけど OK ですね、勢いがあったんで。よし、ここから返してきます。前が気になるんですけど出てこないの分かってるんで普通に行きます。今のもね、真ん中当たってないんですよね。ちょっと当たり損ねだったけど、タイミングずらしてたんでよかったかな。少し前に入ります。以上になります。ゲームカウントは 2-4 で、中断となりました。そうですね、僕はですね、やはり、まあ、ミスが多かったっていうのがこのブレイクされた原因じゃないかなっていうふうに思います。まあそれも試合やりながら慣れないといけないので、これも込みでですね、どういうふうにしたら調子を戻せていけるか、持っている範囲でやっていくかっていうの方をフォーカス当てないといけないってことですね。それをいつも入ってたのに、ああなんで入らない、無理して打っちゃえっていう風にならないようにですね、試合の時に心がけなくてはいけないですね。あとまあ良かった点として、サーブが意外と入ったので、サーブまあ最初ブレーキされたんですけど、後半はコントロールの通りにいけたショットもあったので、もうもちろんいけない部分もあったんですけど、まあ、そういうのも含めて試合だなというふうに思いました。久しぶりにゲームをやったんで、まあ、なかなかの緊張感の中でやれたと思います。はい、リターンをですねちょっと課題にしていたんですが、やはりその相手のサーブ力だとか、そのバウンドに慣れてないというのはちょっと調節するのに苦労はしたんですが、まあ、まずはしっかり返そうということで、まあ、取り組んで、まあ、無理をしないリターンができたんじゃないかなというふうに思います。はい、もう前半ノリノリどころか、もういきなりもうボールの勢いに押されて、
なのでもうしっかり握って、まずはもうボールをしっかり当てて返すところにフォーカスをしていきます。自分は、ミスをしないということだったんですが、まあ、アンフォースエラーは実際3本か4本くらいだったので、まあ、ちょっと多いのかなとは思うんですが、まあ、でもそれ以上出なくてよかったと思ってます。まあ、全体的にですね、試合の流れとしてスーパーポイントでポイント取ったポイントが、まあ、ないに等しいということは相手のミス、もしくは自分がミスさせたということになるので、やはり試合ってそうなんじゃないかなというふうに思います。どうやったら相手をミスさせるか、どうやったら自分はミスしないのかっていうのをまず考えて、そこでリズムができてきたら決めに行く、少しリスクを張ってみる、まあ、本当の試合でしたら、フォーメーションなどもやってみて、最初は無理しないフォーメーションを組んでいく、その後少し動きのあるフォーメーションを組んだり、まあ、いろんなバリエーションをこうしていかないといけない。そこのバリエーションを組み立てるためにはやはりミスしない自分がすごい重要なんじゃないかなというふうに思います。特に試合で勝つためにはですね、うん、というのがこう結構分かるようなそのゲーム内容だったんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録ですね、 SNS のシェアもよろしくお願いいたします。 Facebook のオンライングループもやっております。下の概要欄に貼っておきますので、ぜひご参加ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。